どうもみなさん、こんにちは、キヨキです。そしてお疲れ様です、ラットです。はい、ということで、今回別に釣り動画でも何でもなくタイトルにある通り、キヨキヨチャンネル公式でいいんですよね。はい、公式ですよね。別に偽物じゃないですもんね。そうですね。ちゃんとね、企業さん通しますから。はい、公式でキヨキヨチャンネルがラットさんの個人スポンサーになることになりました。よろしくお願いします。マジです、よろしくお願いします。いや、だから視聴者さんこれ聞いてどういうことって絶対なってると思うんですけど、まあ、簡単に説明するとスポンサーです。簡単じゃん。いや、だからよくあるじゃないですか。例えばアスリートの選手が、例えばここになんかその企業のあったりとか、格闘家の方がここにこう、はい、ポノスもそうですね、格闘家の方にね、スポンサーついてるみたいな感じです、イメージとしては。で、今回なんで僕がスポンサーにさせていただくかっていうと、単純な僕の思いつきで、僕が個人でラットさんをマジで応援したいなっていう気持ちから、この話をそのドズーさんとか、まあ大人の方々にさせてもらった時にいいんじゃないと、面白いんじゃないって、そしてならキヨキヨさんのその思いがその伝わったらいいし、それでラットさんも力になれたらいいよねみたいなところで、ラットさんの事務所さんとも社長さんともあのお話しさせていただきまして、実際に実現したということでございます。なんてリアクションするかわかんないけど、いや全然そうで、別に、まあ、あるじゃないですか、スポンサーとか、じゃあスポンサーさんみたいな、そういう感じじゃなくて、もう本当に別に関係値とかは全然崩れませんし、普段通りの動画撮りますし、リーグ中もキヨキヨ帽子かぶんなくちゃいけないとかじゃないわけですよ、言ったら。あのゴブリン T シャツ的な感じですか。まあそういうところでまあなりましたと、っていうご報告の動画でございます。で、僕がなんでね、ちょっともう腹割って喋りますよ。おわ、マジっすか。なんでキヨキヨがこうなんかそのスポンサーになったのかみたいな話なんで、いや、やめてください、それってかしこまんの。普通で言ってください、マジで普通の、本当に。まあ言ったらですよ、はい、ラットさん言ったら2年前ぐらいですか、2、3年前ですよね。まあ8年3年前ですよね。初コラボとかですか。初コラボ、僕ん家来ていただいて。はい、そうですね。めっちゃ前ですよ。ラットさんがまだ髪が黒かった時ですか、わかんないですけど。ねえ。その時に、から撮影させてもらってて、なんていうんですかね、すごい撮影の相性が良いというか。いやー、嬉しいです。ありがとうございます。本当にコメント欄で、まあ、キヨラット好きみたいに言ってくださる人が、もう3年前ぐらいからいて、で、ちょっとわかんない。ちょっとこれね、もう動画でカットになるかもわかんないです。カットになるかわかんないですけど、言っていいですか。はい。いいですか。はい。いや、その、まあ、ぶっちゃけ、これはもう、まあ、事実ベース。僕がラットさんの立場だったら、はい、去年ちょっと辛いシーズンだったっていうのが印象あるんですよね。だからそこを一つ僕の気持ちを乗せて盛り上げられないかなっていうのもあります。で、言ったら僕はもうラットさんの影の努力とか、言ったらポロソン今キャプテンじゃないですか。まあ、そのそうですね、キャプテンとしての、言ったらそのチームをまとめる力みたいな感じで悩んでたりとか、それに対して努力したりとか知ってるわけですよ。いや、これマジです、これマジです、これ本当に。苦悩をすごい抱えてる中で、大変な状況の中、ね、自分のプレーっていうところも、こう、自分の満足いく結果にならなかったというところもおっしゃってて、何か力になれないかっていう、何か盛り上げられないかって言った時になんかちょっと思いついて、本当に実現してしまったと。だから、ウェルベイドさんですよね、所属が。そうですね、はい。ポノスで所属ですけど、その、マネジメント会社っていうんですかね。はい。ウェルベイドさんっていうところで。お世話になってます。その社長さんにも、もうやろうよって言ってくださったんですよね。はい。というところで、盛り上げれないかなと思って、非常にありがたいことですね、本当に。塩津さんね、塩津さんが見てるラットさんとね、裏のラットさん違いますよ。いい意味で。いい意味で。怖いですね。いや、これ本当にいい意味ですよ、これは。いや、だから言ったら、大変じゃないですか、キャプテンって。まあ、でもなんかみんなしっかりしてるんで、僕が。手押しちゃうんですよね。いや、本当に。手押しちゃうんですよ、だから。本当に。だからやっぱ人がついてくると思うんですよね。僕はもうわかんない、そんな上から見せておこがましいですけど、ということになりましたっていうご報告でございます。どうすか。どうすか、なんか勝手に僕やねやって、まあもちろん夏さんともね、あのこの動画を撮る前にかなりの期間2ヶ月ぐらい、なんかいろいろウェルプレイさんとお話しさせていただいたりとか、あとはもうそうですね、まあ本人ともこういう思いでやっていきたいみたいなのは結構話してるんで、はい、うん、よろしくお願いします。いやバン。なんすか、難しいですね。いや、難しそう。嬉しいですけど、はい、嬉しいですけど、やめてほしい。違う、やめてください、ほんとに。いや、だから、なんか一つ、だから、もしね、この動画を見てくださってる方いたら、まあ、もちろんね、ラットさん、本当に応援してほしいなと思ってますし、ゴキヨラットとしても応援していただきたいなというふうには思ってますね。でも別に何も変わんないですよ、本当に。何も変わらんすよ。何も変わんないですか。何も変わんないです。いや、まあ、もう何も変わんないって知ってます、この人。この人は何も変わらないって知ってます。はいはいはい。もっともっとこう、頑張らないといけないなとは思いますね。言ったら8月15日から、これを、そうですね、まあ、リーグの多分始まる前ぐらいに多分あったんですけど、ズバリ、目標は。いやー、世界一ですね。頑張ります。8月の多分第1週ぐらいに、はい、こちらね。はい。はい。
これね、あの誕生日プレゼントでルイ・ヴィトンで値段見ないで買っていいよっていうね企画をやったんですけど、その時に買った。高かったです。でもラットさんちょっとなんか外してましたよ。いやあれなんですよ、大事にしすぎてるんで、こう寝る時とかでね、傷つくのが嫌なんですよ。ああ確かに。なので大切に大切に扱ってます。でもリアルにあのサウナとお風呂入る以外つけてます。ずっと寝る前もつけてます。ね、寝てる時も。寝てる時はでも説明書につけちゃいけないって書いてあったんですけど、外してくださいって書いてた。でも僕つけちゃってますけど、いや僕愛が違うんで、愛が違う。まあ、あの動画出したらキヨキヨ VS 彼女とかいうコメント書いてありましたけど、そのままもう彼女の方も絆が深いですまあ、あんま言えないですけどね。互角みたいな。いやいや、やめてください。それは彼女さん 100% で言ってください。僕は脇役でいいんで、僕は全然ね。はい、ということで、というご報告でございました。ということで、まあ、ちょ、ご報告終わったんで、ちょっとあえて、こういう動画だからこそできる、第一印象とか、言ったら3年前だったわけじゃないですか。はい、いや、そうっす。めっちゃ前ですね。その時の第一印象の話とかしましょうよ。ちょっと懐かしい話というか。第一印象？はい。いやじゃあ僕からいいっすか。ああ、お願いします。ああ、僕あります、僕あります。なんなんこの陰キャ誰よお前。いやいや違う違う。え、多分あれ初めて会ったのってどこっすか。僕のもうキヨラットの物語の始まりの第一印象がやっぱり僕ん家に最初に来た時なんですよ。ああ、はい。多分それまでになんか多分何回かこう会ってます。なんか会場とかいろいろとか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 わかんないですけど、はい、そういうのでお会いしてますけど、言ったら深くないというか、まあ挨拶程度だったんで、はい、まあ僕ん家に来たのがやっぱり僕の中での第一印象というかキヨラットの本当に初めなわけですよ、うん、はい、そこの第一印象がめっちゃシャイ。僕の第一印象、前の家ぐらい、まあその時に来てくれたんですけど、はい、カブドズさんの方と来てましたよ。いや、そうですね、カブドズさんの方がそうこう一緒についてくれて、そうそうそう、ドズさんの会社のクララの YouTuber を盛り上げようみたいなことやってくれてて、そうですね、そうそうそう、その一環でそうです、つないでいただいて一緒にこう来ていただいて、でそこでこう撮影して、僕のイメージ、いやいや来なくていいですよと。いい意味で、悪い意味じゃなくて、邪魔とかそういう意味じゃなくて、仕事感出ちゃうのが嫌だなって思ったんですよ。僕としてはやっぱりなんかもっとこう雑な、うん、雑な関係が面白い。プライベートの延長みたいな。そう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 、なんかそのテレビみたいな感じじゃなくて、なんかその友達みたいな感じで迎えられたかったんで、はい、でなのに。きっと小人さんいらっしゃったんで結構何回も来てくださいましたよね。めっちゃそう最初の3、うん、4回これ多分カブトさん来ていただいて、だからめっちゃシャイなんかなと思ったんですけど、どうなんですかそこは。なんでカブトさんと一緒に来てたんですか。まあやっぱ最初だから、はい、だって僕からしたら、はい、こう言ったらもうザ・キヨキヨさん。いやいや僕は全然そんなことないですけど、マジそういうもう分かります。あのね、そう絶対ごますり覚えてすぐ使うじゃないですか。本当そんなことないですけど、その方で会うわけじゃないですか。最初から一人で行って一緒にこう普通に撮影してたぶん無理じゃないですか。いやっていうところでこう気を使ってついてきてくれたんですよね。慣れるまで。あ、カブドズさんの配慮というか。そうですね、あの確かに僕もカブドズさんから一回 LINE で私たちもついていった方がいいですかって言われたんですけど、まあ、はい、僕が多分返答は、まあ、やりやすい方で大丈夫ですっていうのは多分言ったと思います多分。あ、だから最初の3、4回ぐらい多分ついてきてくださったんですね。ああなるほど。じゃあまあ緊張というか分かんないですけど、まあまあある意味ありますよ、ね、ある意味どんなやつか分かんないからちょっとね、ここでなんかどんなやつってなんかねこちょこちょされちゃうかもしれないじゃないですか。危ない目に遭う、危ないことしてる人間かもしれないんで大人の方に。印象か、言われるのでも恥ずかしいっすね。なんか印象ってむずいっすけどね。あ、なんかでも、はい、なんか言ったら動画撮るときと撮ってないときもあるじゃないですか。あ、ありますね。あ、この人なんかめっちゃしゃべるというかめっちゃ元気な人なんだなと思いました。動画とかあの見たことあるじゃないですか。で、はい、まあ元気な人ってわかるじゃないですか。はいはいはい。ですけど、オフの時、ちょっと静かな部分とか。反逆。いや、僕もでも結構静かですけどね。いや、あると思うじゃないですか。はいはいはい。もう無限喋りですよ。それで言うと、僕ちょっと気使ってたのかもしれないですよ。だってもちろんね、僕一人でいる時別にそんな喋りませんから。当たり前ですよね。一人でブツブツさ、トイレ行きながら、ああ、今日も気持ちいいな、今日も調子がいいなとか言ってたら気持ち悪いじゃないですか。だから別に僕普通なんですよ。だから言ったらラットさんとかちょっと緊張されてるのかなと思って喋ってたのかもしれないですけどね、分かんないですけど、はい、そう、動画のままって感じでした。ああでも僕それは結構言われますね。本当にマジで言われます。その小学生の時の友達と最近会う機会だったんですけど、なんか言ったら小学生の時の友達はキヨキヨ知ってて僕のチャンネルをまあちょこちょこ見てるわけですよ、はい、その時にあの本当変わんないよねって言われるのがでも嬉しかったりもしますけどね。ただ僕静かな時めっちゃ静かなんで、あとお酒飲むと僕喋んなくなります。僕本当ですか。
杯目はこんぐらいは楽しいんですけど、こっからきつくなってきて、頭痛くなってきて喋らなくなります。だから今日も昼に実はランチがあって、ちょっとビールいただいたんですけど、はい、僕20分ぐらいずっと近寄ってなくて、そう、休憩さん大丈夫ですかって言われて、あ、すいません、全然想像つかないです。先のもちょっとあれなんですよね。まあまあ、ということで、なので第一印象は、よう喋るやつシャイなやつってことです。まとめ方が、まとめちょっと雑っすよね。はい、ということで今日はですね、キオラットで、スポンサーにさせていただいたという動画でございました。またなんかね、キオラットでクロロを盛り上げて、そしてクロロリーグもね、盛り上げていけたらなと思ってます。今日もご視聴ありがとうございました、はい、動画の説明欄にはね、ラットさんの YouTube チャンネルリンクあるんで、ぜひとも、遊びに行ってみてください。ラットさんの方でもなんか動画上がってるかもしれません、はい、同タイミングかぐらいで、はい、見てみてください。そして、キオラチャンネル登録お待ちしております。クロロは動画毎日更新中でございます。そして、周りにはですね、おすすめ動画ございますんで、まだ見てない動画ある方はぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。